巨人、安倍政権、囁かれるキーマンの存在。昨年は4位と B クラスに沈み、V 奪回を誓う中、今季は予想外の離脱者や、打線では、あと1本が出ない勝負弱さも響いた。チーム打率、本塁打ともに、リーグトップの成績を誇りながら、一度も首位に立てず、18年ぶりの優勝を果たした、阪神には18敗と、歯が立たなかった。その裏には、ピッチングスタッフの差やチーム打撃など、目指す野球ができなかったことも指摘されている。同一監督による2年連続 B クラスは球団史上初の屈辱となり、来季まで契約を残す原監督が身を引く形となった。そして後任には、現役時代から原監督の薫陶を受けてきた、安倍晋之助ヘッド兼バッテリーコーチの昇格が決定した。そうして来季から新生安倍政権が誕生することになった。一発頼みではない打線の構築、救援投手陣の整備など課題が山積みで、投打のチーフコーチ、安倍氏を支えるヘッドコーチの人選にも注目が高まる。そんな中、一部でキーマンとして急浮上しているのは、新岡智弘二軍監督の存在にもある。現役時代はクリーンアップを務めるなど、手腕な打撃が持ち味、引退後は独立リーグで監督を務めるなど、様々な立場の選手を見てきたことで、指導者として幅を広げたとされる。最近では、急成長を果たしたプロ3年目の秋広優斗にも押し付け指導ではなく、自らで何が足りないかを考えさせるなど、選手それぞれに合った指導法で才能を引き出すという点も評価を高めるポイントとなっている。今季はイースタンリーグで優勝監督となるなど、若手育成の手腕には定評もある。2年連続 B クラスに沈むチームでは世代交代が急務とされる中、若手の成長が欠かせないとあって、入閣となるか、今後も注目の存在となりそうだ。晋之助は若くて初めての監督だけに、桑田や新岡など自分より年上のコーチを入れて、原のように独裁的にならないようにしてもらいたい。安倍か。失敗に終わる安倍を見たくない。安倍が鬼軍曹タイプなので、ヘッドは潤滑油みたいな人が良いのかな。安倍がどういう采配を取るのか楽しみです。野球界じゃなければ、ナンバー2であったヘッドコーチも責任の意味も込めて退任させるべきだよね。退任の挨拶長かったな。安倍を後継者に選んだのも原さん、時間をかけて安倍を説得したんだろう。それがなければ責任感じ、身を引くつもりだったんではないかな。パワハラ体質が急に変わるわけないし、選手もうんざりなのでは？桑田、河合、新岡、呼び戻せるなら吉信、あたりが責任かと思うけどな。安倍は原の参謀だから、責任を取らないとダメでしょ。上原の入閣はないかな。しっかり意見を言える理論派コーチが必須条件ですね。桑田ヘッド兼投手コーチとか、西谷清水を戻すとか。個人的には、河合の使い方がかなり重要だと思う。安倍晋之助が、巨人の監督とは、終わったな。なぜ、桑田真澄という素晴らしい人材を起用しない。原と安倍じゃ50歩100歩だろが。パワハラのオンパレード。モナ遊郭、五反田ラブホイキ。